はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日クリスです。いやー、ちょっと楽しみですね。視聴者の方とトレードしたものが届きました。今回パラサイトコーラージコンプまでの道のりパート21ということで、まあ、パート21は視聴者様とのやり取りをしたものをちょっと今回紹介させていただきます。ツイッターでね、本当にありがとうございます。僕が、まあ、以前上げた動画で皆さんとトレードしたいですっていう形でパラサイトコーラージのダブったものをいくつか動画で紹介して、で持ってないものこんな感じですっていう、これリストですね。で勝手に名前もつけて、盗撮スケベマチコ、毒ガスマスクの女とか、実際名前全然違いますから、見た目をそのまんまなんかその名前っぽい勝手に僕があだ名つけてるだけですから、コリスさんに怒られちゃうんですけど、今回はまだ僕が持ってないもの2つ、どっちも黄色に変色するものなんですけども、届いたので、開けていきたいと思います。いや嬉しいですね、本当に。はい、じゃあ開けましょうか。さあこちらです。おー、いやー嬉しいね。今回はですね、こちらの2つ、本当にありがとうございます。もうなんか一番ありがたいよね、こういうのが。持ってないのをトレードするっていうね、まあ、お互い嬉しいもんね、やっぱり。どっちも持ってないものを交換し合って、ああ持ってないのよかったってなるしね。一方がこうなんかなるっていうわけではないから。はい、ちょっと待って、あれか、ちょっと待って、今あれかもしんない、大丈夫かな、ちょっと心配になってきたな、大丈夫かな。いや、ちょっと映っちゃってた気がしたんだけど、相手の住所が。大丈夫？撮り直した方がいいかな、動画。どうしよう。モザイクかければいいか。はい。いやー、こんな感じで。もうどっちも嬉しいからね。はい。最高ですよ、ほんと。で、今回はこちらの工事現場の人の黄色。はい。で、あとはカーボーイの黄色をトレードでいただきました。いやー、ありがとうございます、本当に。なんで、ちょっと今このチェックリストから消しましょう。まだ持ってないチェックリストから消さないと分かんなくなっちゃうので、工事現場の人の黄色ですね。カーボーイの黄色。ということで、シークレットのブーセージは多分ノーマルないような気がするんだよね、俺なんとなく。だからこれもノーカウントで、で、これも揃ったから、あとだから、考える人の紫と黄色、工事現場の人の紫、カーボーイの紫、高学歴太郎の黄色、盗撮スケベの黄色、マチコの、紫と黄色、毒ガスマスクの女の紫っていうことで、1,2,3,4,5,6,7,8,9 か。あと9個、揃うとコンプリートという形で。もうなんかやっぱツイッターとかインスタでももうコンプリートしてる人は見てるんで、僕自身も。あと、メルカリとか。で、なんかコンプリートしたんですけど、ダブったんで出品しますみたいな人とかもいるから、うわ、いいなーって思ってます。でも、コンプリートしたらコンプリートしたでも、この回が終わっちゃうじゃないですか。このパラサイトコーラージコンプまでの道のり。で、来年の3月にまた多分新しいキャンペーンものが出ると思うんだけど、それまではほら、キャンペーンものがないわけだから、寂しいじゃん、やっぱり。だからまあ、できるだけ早く揃えたいなっていうのもあるんだけど、まあ、ゆっくりね、ゆっくりじっくり、長くね、こう続けていきたいなっていうのもあるの。どっちの感情もあるの。わがままでしょわがままではないかもしれないけど、まあそうだね。まあでも揃うに越したことはないので、まあパート今まだ21で、まあもうちょっと全然いくと思うんですけど、まあ僕も出先とかでパラサイトコーラージ売ってたらそれ買ってきていちいち買う動画撮ってるんでね。うん、まあ今回は本当に嬉しいです、ありがとうございます。てかさ、ぶっちゃけどう思う？コリスの人って見てるのかな、これ。いや、見てたら、なんか、これとかさ、どうなんだろう。この名前にしてほしいんだよね。でも、猫背大師マンとか、なんで大師マンかっていう名前かっていうのは、多分みんなわかんないと思うんだけど、トンネルズの皆さんのおかげでしたの、エグゼクティブプロデューサーの大師っていう、
人が、あの北ナシュランとかで、あのすごい汚い見た目の店構えの食堂も何十年も経営してるお店なんだけど、すっごい汚いのね。でそれ店入ってみたらめっちゃうまい飯だった。それが北ナシュランっつって、トンネルズとあとなんかバナナマンの設楽かなんかが司会してこう行ったりとかして、あとアナウンサーとかもいたりして飯食って評価するっていう感じなんですけど、その時にやっぱ第一の銅像を最後にあげるんですよね。その食堂の人とかに星3つですとか言ってどうぞとか言ってトロフィーみたいな感じで、だからそのトンネルズ第一って調べるとあの出ると思うんで、本当にその人に似てるんで、猫背大島でこう背中が曲がってるから猫背大島って呼んでるんだけど、俺こっちの方が好きなんだよね。ごめん、ちゃんとした設定もあって調査員っていう設定もあってちゃんと一人一人名前があるのに、あの申し訳ないんだけど、俺もうこれで慣れちゃってるから、なんかねもうこれなんだよね。俺はちょっと盗撮スケベとか気に入ってんだよね。うん、自分で考えて自分で気に入るっていうどういうことだよって感じなんだけど、さあ、今回はこちらのトレードしたものを開封して皆さんに紹介しました。こう切手ってあるじゃないですか、郵便物に届く、郵便物に届くっていうか、まあ切手やらないとまあ流せないからね郵送できないから、まあ切手じゃないやつもあるけど、ゆうパックとかね、まあなんか定型外定型内とかそういうなんかやつはさ切手貼って出すじゃん。でその使用済みの切手俺すっげー集めてる、集めるの好きなの俺、収集癖すごすぎて、フエラムネのおまけ以外にも集めてるものいっぱいあるから、前なんかひどい時にはもうこれ前にも言ったかもしれないけ ど、なんかの動画内で、あの爪楊枝集めてたからね、いろんな外食した先のレストランとかファミレスとかの爪楊枝って意外と違ったりするの、違う袋に入ってたりとかして、すんげえそんなのも集めてた時期もありましたけど、いろいろ集めてます本当に。今もうそのさすがにやめましたけど、その爪楊枝集めるっていうのは本当に収集癖がすごすぎて、もうなんかそんな自分が好きですね何の話してんだって感じなんだけど、じゃあ、また話が脱線して長くなりそうなので今日はこんな感じで終わります。最後まで見ていただきありがとうございます。 Twitter とインスタではフエラムネを開封したりフエラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方もよければフォローお願いいたします。